シコルスキー S-42 はアメリカ合衆国のシコルスキーが開発した旅客用飛行艇である。シコルスキー S-42 シコルスキー S-42 は旅客を乗せた実用的な都用飛行を行った最初の飛行艇である。4発単用で主翼は胴体から離れた高い位置にセットされ、主翼と胴体の間は支柱で支えたパラソル方式を採用。 4機のエンジンは主翼の前縁に並べている。パンアメリカン航空のため20機がユナイテッドエアクラフトのボートシコルスキー部門で製作された。初飛行は1934年の3月30日である。S-42 は前作シコルスキー S-40 の運用で飛行艇による航空輸送に自信を持ったパンアメリカン航空が さらに長距離路線への拡大を狙って発注された機体であり、同時に発注されたマーチンゲーム -130、チャイナクリッパーとともにパンアメリカン航空の海外路線に活躍した。太平洋、大西洋横断路線は本機が開拓し、最初の北・太大西洋横断定期便となった飛行艇である。太平洋横断路線の実施は航続距離の長いマーチンに譲り、 アメリカと中南米を結ぶルートで対応された。また1937年にホノルルアメリカ本土間に就航した。その後1940年にパンアメリカン航空のサンフランシスコホノルル、ミッドウェイ・ウェイクトグアムマニラ香港線に就航し、香港でインペリアル航空のロンドンとシドニー便に接続した。 1941年12月8日にイギリス領土の東アジアの要である香港に対する攻撃を開始した日本陸軍はイギリス軍のストーンカッター海軍基地などがある中心の急流半島の攻略を開始した。京都空港もこの際に攻撃されサンフランシスコから到着したばかりのパンアメリカン航空のシコルスキー S-42 も破壊され 乗務員は全員拘留され、1942年に戦時交換戦でアメリカに帰国した。第二次世界大戦中に高性能の陸上機が登場したことや、陸上の航空基地が充実したこともあり、豪華な飛行艇による旅は終焉を迎え、大戦後の1946年に全機体駅し、スクラップとなった。なお現代でも模型飛行機やカが、 イラストの題材として人気がある参考画像ありがとうございます。